キャロルトンは、アメリカ合衆国テキサス州北東部、デントン郡、ダラス郡、コリン郡にまたがる都市である。2010年国勢調査で、の人口は119,097万人だった。ダラス市の郊外にある、キャロルトン市は、リロ系とアメリカによって2006年住みたい場所100、ケツの中に挙げられた。また同じく2006年、雑誌マネーのアメリカ合衆国における、 住みたい場所ランキングで19位に選ばれ、2008年には15位に上昇した。キャロルトンとなった地域が最初の開拓されたのは、1842年に、ピーターズコロニー特許の中の一部にウィリアムとメアリーのラーナー夫妻が入った時だった。1844年、A.W. ペリーの家族が、トリニティミルズ周辺の土地の権利を主張し、ウェイド・エイチ・ウィットとの共同で、 そこに製粉所を建設した。伝統軍にも入っていた開拓地北東部の家族集団としては、カーノー、ジャクソン、モーガン、およびローなど、大地主がいた。キャロルトンという名前はこれら開拓者の多くのものの、故郷だったエリノイ州キャロルトンにちなむものと考えられている。キャロルトンの町の初期はほとんど農業で生活を立てていたが、1878年に、 トリニティミルズを通るダラスウィチタ鉄道が建設された後は工業分野での成長を始めた。キャロルトンの重要性は鉄道が1880年にジェイグールドによってデントンまで延伸された時に強化された。1885年までに町には製粉所、綿棒石所、二つの教会、一つの学校があり人口は150人になっていた。1888年に セントルイス・サウスウェスタン鉄道がミズーリー・カンザス・テキサス鉄道と接続し、この町は家畜、綿花、綿の実、及び穀物の出荷場所となり、北のトリニティ・ミルズをしのぐようになった。1913年、キャロルトンは公式に自治体化され、W ・カイ・ビンソンが初代市長に選ばれた。1912年から始まっていた砂利産業が市の姿を変え、 1940年代には穀物と砂利の町になった。また、レンガ工場や落農産業が出現し、1946年にはナショナルメタルプロダクツが市内に工場を作った。第二次世界大戦後、市は急速に成長した。1950年の人口は1610人に過ぎなかったが、1960年に4242人。 1970年には13,855人となった。この時点で、ガラス市が北部郊外への流出をはじめ、1970年から1980年の間の成長率は193%となり、人口4 595人となった。1983年には5 2000人、1990年には8万2,169人、 さらに2000年には10万9576人にまで成長した。2005年の推計人口は12万2699人となっている。キャロルトンは北緯32度59分24秒整形96度53分36秒、北緯32.99000度整形96.89333度、 32.99000-96.89333に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は36.6平方マイル、このうち陸地は36.5平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は0.49%である。キャロルトンは、温暖湿潤気候に属すると考えられている。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。キャロルトンにはテキサス州でも最大級の韓国人社会がある。韓国系アメリカ人の市場は異なる場所にあり、事業や協会も市中心部に多い。キャロルトン市政委員会会議室、キャロルトン市は7人の委員と1人の市長で構成される市政委員会方式を採用しており、現市長は ロン・ブランソンである。市政委員会は、市の政策立案、決議案と条例の審議、市の理事会や委員会の代表の指名、包括的計画と年間予算の採択、市内区域分け変更の承認、または、否決に責任があり、委員会は、毎月第1および、第3火曜日に開催されている。キャロルトン市の発行する、包括的年間財政報告書によれば、 市の予算は、歳入1億6400万ドル、歳出1億4920万ドルとなっており、総資産6億9320万ドル、総負債2億2800万ドル、現金と投資額9650万ドルとなっている。キャロルトン市の発行する、包括的年間財政報告書によれば、市内の主要雇用主充血は以下の通りである。 市内には次の会社が本社を置いている。カールソンレストランはキャロルトン市内に本社を置いている。ハリーバートンはキャロルトンのイジーウェルに北アメリカ営業所を置いている。ST マイクロエレクトロニクスはキャロルトンにアメリカ合衆国地域本社を置いている。この会社は1987年に事務所を開いた。2009年12月。 そのアメリカ合衆国地域本社をダラス・フォートワース国際空港に近いコッペルに移転させると発表した。2010年第二四半期に移転を終えた後、キャロルトンの事務所を閉鎖する計画である。キャロルトン市の大半の公共教育はキャロルトン・ファーマーズ支部独立教育学区が管轄している。ダラス独立教育学区が市の南部の小さな部分を ルイスビル独立教育学区は市の北部を管轄している。ダラス独立教育学区に管轄されているのはジェリーアー r ジャンキンス小学校、ウォーカー中学校及び WT ホワイト高校である。市内には多くの私立学校もある。ありがとうございます。